あ、向こうか。これが高滝神社なんで。事故りそう。これ夜になれば明かりがつくんだろうね。うん、電球が入ってる。ちょっと先にこっちを見ましょう。お一万。鬼。鬼。カオニ。ちょっと可愛い。お犬さん、お犬さん、おいしそうだな。ちょっと待ってね。
ぐっと回れたら回ります。そこ同じよ、黒だって。あ、本当にそこないの。輪っかにしてある。うん、お稲荷さんとか猿田彦とか。猿田彦ってコーヒーでしょ。違う違う違う。お稲荷さんあるよね。あるある、あるけど、あれ多分そっから出てきたんだと思うよ。うん。え？ちゃんと許可は取ったでしょよ。この神社町じゃないけどさ。ここら辺になんかいたな。あ、ここさ、うん、何？分かんない。誰？あそこの木のところでね、太いなんかいる。なんかあそこら辺気のせいかな。カサカサしてた。誰だ？妖怪？ここも岩肌なんだ。そうね。ん？探した？出てきた？いや、プリじゃなくて。なんか怒ってきてるね。うん。見えないんだよ。木のこっちの方。どう？さあちゃんとか連れてこないと見えないのかな。清き心の子じゃないと見えないんだよ。あのトトロみたいなさ。勝手にあげちゃったらいけないよ。こいじゃない。魚っぽいのがいるんだ。いるの？あ、いた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 。こい。あと黒いやつ。うん、金、恋だ。
ずれか主になるだろう。多分。